Hi, my name is Simon. こんにちは。私の名前はサイモンです。M2P Labs のテクニカルプロダクトマネージャーをしています。現在、四条菌はバイオテクノロジーにおいてますます重要な役割を果たしています。四条菌が酵素や二次代謝物の主力生産菌として認識されているからです。これが最新の話題を扱うアプリケーションノート、バイオレクターにおけるセルロース分解菌トリコデルマリーゼイの酵素ループット培養を皆様に知っていただきたい理由です。この菌はリグノセルロース系廃棄物の価値評価において興味の対象となる細胞外セルロース分解酵素を高力化で生産することができます。トリコデルマは工業的に有用な四条菌の一例にしか過ぎません。四条菌はますます科学的関心を集めつつあります。ただし、その複雑な形態のため、培養は依然として困難です。スクリーニングプロセスがスループットに限りのある浸透フラスコで主に行われているのはこのためです。ボトルネックは遺伝子組み換え生物の作成からクローンやバイオパラメーターのスクリーニングへと移行しました。効率を上げるために小規模システムを適用してもいいでしょう。このアプリケーションノートではバイオレクタープラットフォームで MTP を使用。スループットを高め、なおかつ最も重要なパラメーターであるバイオマス、pH、DO のオンラインモニタリングを実施します。低線弾力なので菌の形態やマクロ構造を崩すことなく培養が可能です。このような条件を小規模生産と後続のパイロットや生産段階とで同様にすることは現実的なスケールアップのための有益な情報を得るために重要です。従来の浸透フラスコとバイオレクターの比較培養試験で非常に再現性の高い成長とセルラーゼ分泌パターンが明らかになりました。3種類の炭素源での醸成のセルラーゼ活性、培地の pH とマクロ形態は非常によく似ています。アプリケーションノートの後半では、アプリケーション指向研究への適合性を示すために、さらに次のようないくつかの例示的なスクリーニングも行いました。高いタンパク質生産、バッファー評価、培地最適化のための炭素源スクリーニング。スクリーニング目的の面倒な浸透フラスコ培養は別の培養方法で置き換えたり省略したりすることができます。菌の複雑な形態を損ないません。形態は浸透の頻度や直径などの培養パラメーターを変更したりフラワープレートなどの他の MTP 形状を使用したりすることで影響される可能性があります。四条菌の高スループット培養に興味を持たれ資料をお読みになりたい場合はアプリケーションノートの無料コピーをご請求ください。当社ホームページにアクセスするかサポートにお問い合わせください。本製品に関心をお寄せいただきありがとうございます。